とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですね。やっていきましょう。今回、残念ながら、30回です。長い。長いのよ。できれば、また20回ぐらいをね。うわ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。期待してたんで、ちょっと待って。難しくねえか。あ、蜂があるじゃん。入れよう。びっくりした。ちょっと待って、今回これ相当、これ一回むずいよ。でエンチャンター、いい、おい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 、やばいやばい、結構やばいぞここ。お前いるし、オッケー、よっしゃ、終わり、これで終わりか。よしよし、これこれさ、1回でやられる人いると思うよ。1回むず、あー、ランタン持っていこうか。最初からソウル貯めていこう。何かあるかもしれんから。一応、念のためね。OK。あ、やっぱ蜂は大当たり。うん。これ蜂ないと絶対きついよ。おっしゃい。で、ここは、エンチャンターも何もいないのかい？ないか。クリーパーもいなさそうですね。よし、これでおしまい。 OK。 まあまあ、うん、最初は結構出るけども、まあなんとかいけますわな。はいはい、どっちでもいい。コグで行こうか。うん、コグに毒の雲つけていきましょう。オッケー。毒に。危ない。おいちょい。おお。やりやがるね今回も。だいぶ攻めてきますね。終わり？まだ来るんかい。危ない危ない危ない。よしよし、 OK。 ああ、こっちにもクリーパーいる。 OK。 で持って、ああ、パワーポーション効いてる間にある程度倒したかったな。まあまあ仕方ない。シャッ、終わり。3回終了。いやいや、多いよ敵は結構。おっと、ここはもう断片、影の断片間違いなし。いくぞ。よっしゃ、なんか危ない気がする。大丈夫か？なんかクリーパーがこの辺出そうな気するんよね。大丈夫？ちょっと！よし！あ、もう！多いって！敵多いって！終わりか。今回序盤がね、特に難しい。うん、これ序盤攻略なかなか重要だね。いらんかな、いらんね。うん、まあまあ、いざとなったらランタン出していこう。ランタンを。 OK。 それ
でやれるでしょう。オーケー。やばい、おめえ、蜂か。いい仕事してくれんのよ。ここも敵多いな。ナイス。もう結構来るぞ。よし、ポーションはまだ使える。しゃ、オッケー、いい感じ。いや、なかなかだね5階まで全部難しい感じじゃん。いや、いいかな、バトルスタッフはいらんかな。いや、ここも難しいでしょ。なんかすごい難しい時があったもんね、ここ。そこだわ。ちょっと待って、ランタンだぞ。うん、おい、ランタン、もうちょっと頑張って。いや、まあしっかり頑張ってくれてる。もうちょっとどんどん攻撃していいよ。おい、はいはい、いやいや、むずいぞむずいよ。ドラ、これもう間違いなくドラ。アーティファクトが揃ったね、最初に。うん、まあまあまあ、あのランタンはいらないですけどね。 OK。 もうちょっと待って、回復した。あ、あー、そうか、さっきあれか、使ったからか。まだ最終時間中だった。ちょっとこれね、マジでむずいよ今回。難易度マジで高い。おーい、これ弓をあまり蹴散らない方がいいね。もう蹴散ったらこれマジでやられるわ。 OKOKOK。 もうこれある程度ガンガン使っていかないとダメですね。まあまあ使いすぎて後々ね、ヒーヒーになるのはちょっと嫌だけど。いやー、むずいな。あ、で、ここで釣り竿か。なんか変えとかんとね。魂のナイフにするか。カメはなんかいまいちだしね。まあだいぶマシにはなるでしょう。8だけでいいかな、ラスト。うん、そうね、とりあえず、あおい、ミスター。とりあえず蜂があれば大丈夫じゃない。当たんねえな。よし、 OK、 ナイス。でこれ毒レイズ遅いしな。ある程度ここで敵を落として倒したい。落とせないか。あ、落とせる、落とせる。ある程度落とした。おっ、ナイス、OK。 ナイフが結構いい感じに火力があるね。しゃあ次。あ、ちょっと待って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 、クレイモンあるじゃん。あ、でしかもサイスか。釣り竿を取ってサイスでもありだね。あ、ハープン強えな。いや、でもこれクレイモアが絶対ね、これ後々いい。あー、亀だったか、さっきの正解はね。まあ追い打ちと、まあ無難なエイリを入れていきますね。よし、オッケー。よっしゃ、ナイス。
外と減らせね。しゃあ、オッケー。影突が今回できるかどうか。ミスった。よいし。いや、防具が初期っていうのがね、ちょっとやだな。で、おお、いろいろまた出るね。防具取りたいけど、コグが魅力的すぎた。いい感じ。でも防具弱。やっぱりさっきの亀は絶対取るべきだった。ミスったな。ちょっと待って、待て、もう弓どんどん使え。よっしゃ、よし、オッケー。あ、ソウルはね全然たまる。だから結構使っていっても大丈夫そう、うん、出し惜しみしない方がよーい。いや、よくない、これはよくない。カリュードでもいいよね。コグクロスボウが強いからカリュード入れてもいいけど、虚無の矢筒もねちょっと気になるんだよな。矢筒持っていきます。うん、なんかボス戦で使えそうな気がする。ちょっと待て、よし、 OK。結構耐久力なくって危険な戦いになるかもしれないけども、ちょっとボス戦が楽になるなら我慢しましょう。終わり。まだボスじゃないんだね。いやー、なんか防具変えた方がいいんだけど弱すぎてさ。まあまあまあね。ミスった、ミスったわ、もう完全にミスってる。 OK。 結構いるね。クリーパー結構いるよ。 OK。 エンチャンターは全部倒したはず、まあ、回復しとけ。なるほど。あぶね。ちょっと待って、ここは危ないわ。ちょっと注意しないと。おーい、これやばい、これやばいこれやべえ。いや、全体的にやっぱ今回むずいって。あー、いや装備はなんかね面白いの出るよ。あー、力の、これ面白、オーバーチャージパワー面白いな。これも登山装備でいこう。クールダウンついてた方がまだマシだわ。いや、サプライズギフトいいな。あとはいらんから、こんな感じでしょう。最初のボスなんだ、できれば一撃で仕留めていきたい。よし、 OK。 まああとは楽勝ですね。なので、まずエボーカーをまあ、影化したりしてワンパンで倒して、でゴーレムをやるみたいな感じね。 OKOK。 爆発変える、変えよっか。 OK。 エンチャントはまあまあまあそれなりっていう感じだけども、まあいいでしょう。
矢を増やす意味でもいいんじゃないでしょうか。で、多分そろそろ商人来るでしょう。多分商人が来そうなんで、ここで何をあげるか。あ、うっそ。うっそ。やられるか。まあまあ耐久ないからね。やられましたわ。いい、ちょっとまあ弓もまあそんなにケチケチせずに使おう。 OK。 ナイス。おっしゃ、おい、おい、ちょっと待って待って、一撃重くない？一撃むちゃくちゃヘビーパンチだよ。すっごいな。防具さっき取ったばっかなんだけど、もうすでに耐久力不足。もともとねそんな強いやつじゃないからあれだけど、強化メールに変えようか。エンチャント良くないけどさ、ちょっと耐久力が難ありまくり。ちょっと変えよう。あー、叫び入れるか。うん、叫び入れちゃおう。ちょっとソウル系の時はね叫び注意なんですけど、まあ注意してやっていけば大丈夫ではないでしょうか。よし、 OK。 この爆発のクロスボウの時ね、矢筒が出てきてくれるとものすごく嬉しい。よし、 OK。 ナイス。終わり。まだあっち側に行った。15回終了。まあ、エンチャントはこっちの方がいいけども、まあいっか、強化使っとこう。 OK、 そのまま。いや、なかなか装備悩むね今回は。装備悩んじゃいますよ。よし、パワーレイズもいるわけね。結構出た。お、危ない危ない。よし、16回終了。そろそろ商人だね。うん、これはもう全部いらん。なんだ、金細工か。そうね、まあまあクレイモアだろうね。エイリーを上げて、何がついた？うん、まあいらん。あ、意外といいか。 TNT がそこそこ落ちてくれるか。はい、ソウルたまるね。いいよ。で、ここはあれかい、クリーパーかなんか出るところかな。どうでしょうか。そっちかい。よし、おっしゃ、 OK。 ちょっと
なかなかやるよ。なかなか今回は難易度が高め。あー、いや、いい、いらん。エンチャントいい。キノコ入れる？いや、うん、入れん。やっぱボス用に虚無だ。なんか絶対そっちの方がいいような気がする。よっしゃ、 OK。 いいよ。これなんだろうね。無敵がないやつが来てくれればすごく嬉しい。よいしょ、ナイス、終わり。でまだか、意外といた。で次最後、はい、終わりだ。19終了。あ、次ボス。あ、山田か。あ、効果印虚無がついてる。これで虚無の矢筒とはおさらばできるね。エンチャントはでも虚無ぐらいか。まあパワー入れよっか。とりあえず1。あ、で虚無ももう入れとっていいよ。 OK、 よっしゃ。虚無のやつさっき、さっきキノコに変えていくべきだったか。それだともうちょっと楽に立ち回れたかもね。よいしょ、いい、いいね。おい、よし、終わり。まだ、いや、なかなかやりごたえのあるシーズンですよ、本当に。でボス、あ、強い。最後の最後にハープになるかかけてもいいよね。あ、いや、でも待って、やろうハープにしよう。まだ虚無のやつ持ってるからね。まだ持ってたから OK。 いそう。さあ、何がでっかい。よし、 OK、 はいはい、出てから全然対処できた。 OK。 あー、虚無がないのか。武器虚無欲しいな。あー、マジで、マジで、マジか。となると、いや、いい、もうハープにしようって言ってたから、もうハープにしよう。おお、ハープになった。いいね。まあパワーは108で、もうちょっと上がってほしかったな。でもこれで武器と防具がちょっといまいち感が出るようになった。うん、それを早めに変えていきたい。これハープはやっぱさすがだわ。強い強い、むちゃくちゃ強い。 OK、 よし、余裕。OK、 で持って
ちもいい余裕だね。あと1回出るかな、ラスト。おーい、オッケー。変なのは出なかったからオッケー。よし、あ、上にいるなこれ。はいはいはい、23回。うん、なんかやっぱり終盤に来てもなかなか面倒くさい。おお、強いね。終盤もなかなか面倒だわ。いらん。ってことで、え、24、25、25、25。ああ、まあ、まだ意外と長い、意外と長い。弓はこれ全然使っていける、うん、残り400本ぐらいあるんで OK、 まあクリアまでに捕獲することはないでしょう。いいいいね。 OK、 ソウルもいい感じよ。まだ来た。意外と来たぞ。いや、ハープ強え。ハープ強よ。あ、OK、OK、ボンクラ。ボンクラね。間違いないのが来た。できればハープを強化していきたいな。回復入れとけ。でクリティカルは一応ね。で衝撃波でいいか。まあ、こんな感じでいきましょう。で防具が出てきたらなんか防具にいい感じのやつをつけたいかな。いや頼む、出てきてよ防具。なんか素晴らしいやつをそろそろください。ちょっともう耐久力不足だからね。あっすよ。うん、あ、これ光をつけて安定感増すね。すげえ回復力。よっしゃ。いや、もうまだ384本、まだまだ足りるよ。下にいるでしょまだ。あ、いないか。いや、まだ出るんかい。意外と後湧きしたね。終わり。はい、2乗終了。おーい、あ、闇アーマー変えようかな。雪玉ついてるし戦いやすそう。でもってここをちょっと強化していこうかな。ボーンクラブをなんか最後の最後にもっと強いのが出てきてくれればちょっと嬉しいけどね。いや、もう十分強いよこれ。オッケーオッケー、うん、闇のアーマーすごくいいじゃん。いいよいいよいいよ。うん、もう光がねもうゴリゴリ発動するんで HP の心配がございません。よし、終わり。で矢は出ない、矢は出ないね。お、いや、トラ、いら、あー、うん、虚無、いや、一応虚無は持っとこう。ボスがさ、
なんか高 HP のやつだったら、コム影化からの一撃で倒せる。これでちょっと行かせてください。危ない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 。すげえ来るじゃん。よし、あぶねえ。おい、ちょっと、よし、まだいた。終わり。27回クリア。あと28、29、もうちょい。はいはいはい、いらんかな。28、なんかここも敵結構出そう。でもハーフだよね。うん、間違いない。おいおい、敵の火力がさ高すぎない今回。敵の火力むちゃくちゃ高いんだけど。もうこれハープで遠目からやるっていうのが無難だわ。おお、敵がかなり凶悪。よし、あー、こっちエンチャントいい。でもハープよ。うん、でもハープいい。このまま行きます。でもってここだわ、間違いない。でここでなんかベースとか出てさ、武器上げた方が良かったってなるか、なりそうかな。あ、2体オッケーオッケーオッケー。怖い。えい。なるほど。珍しいボスが出てきたね。でもやっぱり30分はかかっちゃうか。攻略しっかりしてればもうちょっといけそうですけども。いやー、いらん。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。